美しいオカリナの賛美のもとでこうして皆さんとご一緒に礼拝を捧げられます幸いを感謝したいと思います。少し大きな声で皆さんとご挨拶したいと思います。おはようございます。礼拝の中で一番重要なことは、これは優先順位がきちんとあるということではないかと思います。それは主の御言葉を学ぶことであります。教会の中心は神の御言葉です。そして神の御言葉の中でほとんどの問題が解決されていくということをお互いに理解していきたいと思うのであります。最初にエペソへの手紙の第6章10節からお読みしたいと思います。この前、1節から9節までは人生の中で大切なことは使い合うことである、それには聖霊の助けが必要である、夫が妻を、妻が夫を、親子の関係はどうしたらいいかという問題についての内容でありました。今日のこの10節からの御言葉を通して、私たちの人生の中で最も成功不成功を決めるのは何であるか、勝利と不勝利というでしょうか、敗北というものがこの出来事によって決定する重要なメッセージであるということをお共に学んでまいりたいと思います。6章の10節を朗読いたします。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。パウロがエペソ人の手紙の深遠なメッセージを語り続けていますが、その最後の最後に これだけは言っておかなければならない、これだけは残しておきたいと、それは偉大な力によって強くなりなさいということであります。原文のギリシャ語ではいつもいつも繰り返して強くさせられ続けなさいという、その継続であります。少し前のエペソ人の手紙の5章においては、聖霊の恵みによって聖霊の身に満たされないということは、継続のことで、言葉で聖霊に満たされ続けなさいということであります。ここではいつもいつも繰り返して強くさせられ続けていくんですよという、その継続の言葉が含まれていることを心に留め置きたいと思うのです。しかしこの中には、私たち人間に対して偉大なる希望があります。それは偉大なる力がある、偉大な力によって私たちは強くさせられる、自分の力で強くなりなさいというんじゃない、負けてはならないという、そういうメッセージじゃないんですね。ここに偉大な力があって、主にあって申し上げる、主にあって偉大な力によって強くさせられ続けなさいというわけなんです。創世記の17章の一節に、私は全能の神である、あなたは私の前に歩み全きものであれと、アブラハムに対する言葉があります。これも同じようにですね、全能の神がおられて、そのそばで私たちは全く人生を送るようにと言っているのであります。で、パウロはそれを経験してここに書きました。パウロもそれを同じように経験して、その人生が勝利の人生でありました。6章の11節をご覧ください。悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさいと、新改訳聖書ではすべての武具を身につけなさいという、まあ、人間の側の努力をそのところで表現しているのであります。パウロはエペソの手紙の4章の中では、悪魔に機会を与えちゃいけないというメッセージを語っておりますが、原文のギリシャ語では機会というのはポポスという場所という意味であります。悪魔に場所を与えちゃならない、そんな場所だと悪魔にやられますよ、そんなチャンスは悪魔は、潜り込みますよ、悪魔に場所を機会を与えてはならないというメッセージがこの4章にありました。この6章の11節に書かれていることは、すべての武具を体につけなさい、あそこに隙があればそこから弓矢が入るよ、そこに隙間があればその隙間から入り込みますと、隙間のないようにすべての武具をつける努力をしなさい。12節、なぜならば私たちの戦いは血肉に対するものではなく
諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いであると言っているのです。悪しき霊との戦いというものを意識しない人生は、本当に力ある人生を送ることはできません。私はエペソ人の手紙のコメンタリー仲介書をいくつか持っております。その中を見ると少し面白いことを感じるんですが、こういう悪しき霊との戦いということを信じない、そういう学者が随分といるということです。これは2000年前の前近代的な思考であって、これはこういう表現しか使えなかったんだというような神学者がたくさんいるということです。でも私たちの人生の中で何でもかんでも悪霊のせいにしてはいけませんけれども、今日の料理は味が悪いね、これはサタンのせいだとかいうのは、これはちょっと問題でありますよね。しかし私たちの人生で何でも悪霊のせいにしちゃいけないわけですけども、悪霊の働きの中にあることは聖書は明確に教えているんです。結局の結論は、悪しき霊との戦いを意識できるかどうかということによって、その人生は決まるんだというふうに思います。イエス様は悪しき霊との戦いに勝利されました。マタイの福音書の4章で洗礼をお受けになったばかりなんですが、御霊に導かれて荒野の生活をされて、40日40夜の断食をされたその後にサタンの試みに遭いました。それは3つの試みであります。これでもかこれでもかと攻撃されましたけれども、イエス・キリストは御言葉によって勝利を得ることができたのであります。ルカの福音書だけはその時にサタンは敗北をして一時的にイエス様から離れたんだというふうに書かれております。一時的に離れたということは、虚子坦々、虎子坦々っていうのは虎の目と書くんですよね。虎が獲物を狙ってチャンスがあれば、この相手が眠ったならば、相手が弱さで落ち込んだ時に飛びかかるという言葉ですね。そして飛びかかる、イエス・キリスト様を亡き者にするためにサタンは虎視眈々と狙って、あのご生涯の中で何度も何度もサタンに攻撃されて、今は亡きイエス・キリストにしてしまおうという努力を彼もしたわけですが、イエス様はいつも御言葉によって勝利をしたのであります。無数の悪霊どもが私たちに何をしでかすかと思いますでしょうか。第一に、それは人間の目をたぶらかす動きをするのであります。それは物質主義というか、お金が人生のすべてであるというような、そういう世相の中で私たちは入り込んでいるのです。では聖書は何というのかと言いますと、目に見えるものは一時的であり、目に見えないものが永遠に続くのであるというのですが、目に見えないものがおろそかにして、ものをおろそかにして目に見えるものを大切にするのは、まさにたぶらかしの霊にごまかされているのであります。悪霊が私たちにする第二番目は不信の霊であります。信じさせまいとするのです。神を信じてもバカバカしい、神を信じる必要ない、親を信じることなんかない、夫婦の間で不信仰というか信じられない、そういう関係を作っちゃうんですね。不従順の霊というのもあるんですね。聖書には明確に書かれてあるんですね。従うということ、従順するということは、従順するということではない、それは損をすることだと多くの人たちが思っているわけでありますけれども、聖書の中には、従順することこそそれは勝利でありますよと、イエス・キリストも諸々の苦労を通して従順を学んだというんですが、それがわからない人はそれは悪しき不従順の霊にやられてしまっているわけなんですね。またある時は愛を拒絶する愛というのが働くのがあります。霊があると思います。神様の愛を拒絶する、何もかも自分でやっちゃう、そんなのはもう信じられません、
人々の愛を信じられない、私は誰からも愛されていませんよということを自覚してしまう、させられてしまう。それに反してクリスチャンはいつも愛のささやきを聞かなくてはいけない。皆さん聞いていらっしゃるでしょうか。イエス様がバプテスマをお受けになった時に天から声がした。それはどんな声だったでしょうか。これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという声でありました。イエス様本当に喜びだったでしょうね。私たちクリスチャンは全部この声を聞かなくてはならないんです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。これを聞かないクリスチャンの人は内側の喜びがあふれて出てこないんです。これは朝も昼も夜もですね、私たちはこの耳に聞き続けなくてはならないことは、あなたは私の子、愛する子、私の心にかなうものである、あなたの存在を私は喜んでいるよ、そういう御声を聞きながらクリスチャン生活は歩まなくちゃいけない。それを拒絶する例があるというんです。分裂の例というのは世界中の教会に働きます。ですので同じようにこの私たちの教会にも働くんでしょう。本人は正しいと思っていても、いつの間にかこの霊の中にまんまと引き込まれてしまうのがあります。神様の恵みがその人まで届かないということがある。入り口まで来てるんだけども、そのドアの入り口で神の恵みが中に入ってこない。そのドアは一体何でしょうか。それを妨げているものは何か。それは第一に憎しみの霊だというのです。人を憎む、絶対に許せない、自分のうちに苦々しい思いがありますと、それがどうしても神の恵みを妨げてしまうんだということであります。恐れの霊というのもありますよね。何かビク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 しちゃうという、神様の霊がその中に入り込まないわけです。あるいはまた劣等感の霊というのもあるでしょうか。まあ、私もよく経験したのでよくわかりますが、コンプレックスですね。もう私はダメだ、もうこの家庭はダメだ、この場所はダメだ。これはいつも劣等感のそういう状況の中で悪しき霊が働いてくるというわけですね。第4番目、それは罪悪感、自責の霊、咎めの霊ですね。私たちの内側にはどういう生き方をしたんだ、あそこで失敗したろう、あのところでとんでもない教育をしたろうまあ人間関係がダメになってしまったでしょ。いつも過去を振り返り、ぶらさらながら引きずりながら歩くんですね。それは聖書的ではないんです。聖書はコリント第2の手紙の5章の17節に、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった。過去においてどんな罪人であっても、過去にどんな失敗をしても、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったと。こういうキリスト者にある、キリストにあるものは誰でも新しく作り変えられるんです。こういう信仰が物事を前進させていくものであるわけなのですね。でもなかなかこれ難しいですね。だから聖書はここで私たちに、ここのところで3回もですね、立ち上がって、立ち上がって、立ち上がって、これは立つのはもう本当に難しいのであります。古いものの中に座ってしまうからです。当たり前のようにその中に出してしまうのでありますが、立ちなさい、立ちなさい、立ちなさいということがこの短いテキストの中に書かれているのであります。じゃあどうしたらいいんでしょうか。13節それだからって書いてますね。13節、それだから悪しき日にあたって良き抵抗し、完全に勝ち抜いて賢く立ちうるために、神の武具を身につけなさい。新改訳聖書は、一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと書いてあります。パウロがエペソ人への手紙を書いた時にはローマの牢獄におりました。多分神学者はこう言うんではないでしょうか。
左の手、皆さんからしたら右になるかも分かりませんが、左の手に鎖が つながれています。よく強盗が警察に捕まると、その鎖で護送されるときには、相手の刑事もですね、鎖とか紐がこう一方で突かれています。まあ、皆さん見たことがあるかもしれません。パウロが牢獄にいたときには鎖が左につけられて、右手は自由なので文を書くことができた。鎖が相手のローマの兵隊につけられていたんです。4時間交代で兵隊は変わったではないんでしょうか。一日中兵隊が縛られていたんでは、それは大変ですよね。縛られている間というのは、パウロと距離的には近い関係にあるわけです。パウロが4時間も一緒にいたら何をするでしょうか。彼の仕草を、彼の生活を、彼の愛情を見てですね、この看守兵隊さんたちの中にクリスチャンになる人が現れて、個人伝道をさせていただいて、このようになった。鎖につながれることがもう私にとって喜びなんだ。多くのことは教えられるわけです。最後にはローマの兵隊が、すいませんけど祈ってくれませんかと言ったらですね、うちの家族はこうなんです、子供はこうなんです、なんて言ってですね、まあ、どっちがどっちか分からなくなったように、ローマの牢獄の中でパウロは縛られているんですけども、縛られていない自由人の方が縛られていてですね、縛られているものが自由人であるかのような、そういうような状況の中で兵士看守全体に福音が伝えられたのであると、ピリピの手紙の中にそのようなことが書かれているわけですよね。パウロがこの手紙を書くときに兵隊さんが隣にいたわけですから、兵隊看守はよく観察したわけです。看守さんのその頭には何があって、胸には何があって、足には何があるかということを書いたわけですよね。14節次のように書いてますね。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ。兵隊というのはベルトがきちんとして、クリスチャンよ、真理を帯にしなさいと、正義の胸当てを胸につけなさい、正義を胸につけなさいと。15節平和の福音の備えを足に履き、16節その上に信仰の盾を手に取りなさい、それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。盾というのは、相手が戦ってきたら、そういう私たちは、まあ、この機動隊なんかのことを連想しますけれども、それをもってですね、悪しき者の火の矢を消すことができるだろうと。17節また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。ほとんどが防御用なんですけれども、一つだけですね、攻撃用に御霊の剣を取りなさい、このように書いてありますね。私たちの人生の中で守ることは本当に重要ですが、せめて勝ち取るということも必要な時があります。守ってばかりいるんじゃなくて、御霊の剣って面白いですね。新改訳聖書は御霊の与える剣、すなわち神の御言葉と書いているんですね。イエス様はこの武器を持ってお勝ちになられたんです。サタンがですね、攻撃してくると、御霊の剣、すなわち神の御言葉、それで勝負をしたんです。だから私たちは貪るように聖書を読みなさいというわけですね。聖書の御言葉を暗唱することは大切ですが、暗記をすることも苦手な方もいらっしゃるでしょう。貪るように聖書を読んでいると、御霊の与える剣というのは、必要な時に御霊なる神が、聖霊が私たちの内側に思い起こさせてくださるのです。この問題の時にはこの剣が必要ですよ、この問題の時にはこちらの剣が必要なんです、この問題の時にはこれで戦いましょう。御霊が与えてくださる剣というのがあるんだというわけですね。まあ、ですから私たちは聖書を読んで聖霊によって祈り続けている時に、御霊の剣を持って勝利をすることはできるということが、このところに書かれてあることであります。そして使徒パウロはそれを持って
最も具体的に本音を言うかのようにして18節19節でこのように言われています。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために、まあ、新改訳では忍耐の眠りを尽くしてと書いてありますが、祈り続けなさい。これ、このパウロが人々に対して御霊の剣を持って祈るということをですね、とそのことと、そしてまた剣を持って戦うということと祈ることの重要性をこのところで表現をしているわけです。お気づきでしょうか。今日初めて来られた方いらっしゃるでしょうか。私たちの、またあなたの生涯でもし祈るということが聞かれたら、あなたの人生にどんなに力が与えられるか分かりません。テストでもいいです、何でも構わないですね。1ヶ月でも熱心に祈り時間を やるとですね、祈りの生活の中に入ると祈りの秘訣というものを得ることができるなら、祈りを通してなされる世界は本当にものすごいものがあります。こういうことがわからないのは、まあ、完全にですね、この悪しき霊にやられていると思った方がいいのかもしれないと思うのです。なぜならサタンはですね、祈らせたくないわけです。なかなか祈れられないようになっているんです。18節にはですね、絶えず祈りなさい、どんな時でも御霊によって祈りなさいと、それは御霊が助けてくださるから、ですから祈りなさい、どんな時にも、悲しい時にも嬉しい時にも、有頂天になるような時にも、どんそこに落ち込んだような時にも、あるいはまた祈ることにふさわしくない日なんて、そんな日は全くありません。祈り続けなさいというそのメッセージであります。ローマ人の手紙の8章の22節から23節ですが、まあ、途中になりますけれども、共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私は知っている。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながらとあります。祈るならば御霊自らうめきを持って助けてくださるというような意味のことが書かれておりましたが、そこには私たち多くの弱さを持っているけれども、弱さというのは原文では複数で書かれているんですね。あそこにもここにも弱さがある、こちらにも弱さがある、この家庭にも、私の子供にも、また私の家族にも、私の夫にも妻にも、どんなたくさんの弱さがあっても御霊自ら助けてくださるから、御霊によって祈りなさいと言われているわけなんですね。何かちょこちょこっと祈るというんじゃないんです。時間をかけて祈りなさい。時間をかければものすごい力があなたに与えられる。だからちょっと工夫してみたらいいと思うんですね。すべての生徒、多くの生徒のために祈りなさいと言われているんです。しかも忍耐深く祈りなさいというのです。牧師のためだけではありません。信徒のために、また名簿を作ってですね、あの人この人片っ端から祈ってごらんなさいと聖書はそのように教えております。祈りの名簿を作ってみると、祈るならば力が与えられるというんです。人間は時間をかけてこの交わるとですね、交わったことによって感化を受けますよね。感化、影響、神様との交わりちょこちょこではダメだというんです。時間をかけるんだと。年齢も学歴もありません。健康であろうが病気であろうが関係ないんです。祈りを通して神様との交わりを深めることによって変えられていくから不思議ですよね。同じクリスチャン生涯でも御霊によって祈るということを習慣化していくといいわけですね。サタンはそのことを一番よく知っているわけです。だから
祈られないように、祈れないようにと邪魔をしてくるわけです。邪魔されて祈祷会がなくなったという教会がないわけではありません。そういうその結果教会がそのようになるんです。クリスチャンでも祈れないクリスチャン、聖書のことをわからないわけではないのに祈れない、それは祈れないんではなく祈りを邪魔するサタンがそこにあるからです。どうしたらいいんでしょうか。私たちの家庭が守られるために、また私たちの教会が守られる、旧例が進みゆくために、私たちは祈るわけです。祈ることを通して力が与えられるんですね。サタンはよくそのことを知っています。マタイの18章の19節です。もしあなた方のうちの2人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろうと約束しています。だから2人で祈ること、3人で祈ること、複数で祈ることに対してものすごい抵抗を持っているわけですね。だから夫婦で祈れない、親子で祈れない、あるいは祈りの友がいない、それはものすごく損失しているんです。サタンは上手に祈れさせまいとするわけです。どうぞこのメッセージを聞く兄弟姉妹方、あなたが祈りの友をお持ちになられるということを、一人で祈るんではなく祈ってくださいと謙遜になること、祈りの友を持って共に祈ることによって力を得るということを覚えたいと思います。パウロはそれを十分自覚しておりましたから、エペソの8章の19節にこの偉大なパウロが頭を下げてですね、エペソの教会にお願いするんですね。エペソの6章の19節間違えました。エペソの6章の19節を読んでみましょう。また私が口を開くときに語るべき言葉を賜り、大胆に福音の奥義を明らかにしうるように、私のためにも祈ってほしい。20節私はこの福音のための施設であり、そして草につながれているのであるが、つながれていても語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしい。どうしたら人間は用いられるのでしょうか。それは祈られて、御霊の働きです。主の大きな器というのは、その周りには何万という祈りの軍勢というんでしょうか、祈りの勇者たちがいるわけですね。今日のこの聖書箇所をまとめて申し上げますと、パウロという人物がエペソ人への手紙に送る最後のメッセージ、偉大な力を持って、偉大な力によって強くなりなさい、相手が何者であるかを意識しなさい、はっきりと戦いなさい、逃げないで戦いなさい、悪しき霊との戦いに負けたら元も子もなくなりますよと、そのために御言葉で武装しなさい、そういう努力を怠らないようにしなさいということですね。御霊によって、御霊の与える剣、神の御言葉というのがある。剣は御霊が与えてくださる。光あれと言ったら光があった、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、この言葉には命があった、この言葉によってできなかったことは何一つなかった。聖書を繰り返し繰り返し繰り返し読んでいくと、内側にそれを蓄えておりますと、御霊が働いてその人に御言葉の剣を与えてくださる、このように言ってるんです。そして何よりも御霊によって祈り続けなさい、御霊によって祈りを持って戦い続けなさいと。イザヤ書を読んでますと、6章の3節に聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満つという御言葉に出会いました。万軍の主の熱心がこれを成し遂げられたのです。こんな軍隊の中に万軍の主がおられて、その主が私たちの熱心のゆえにそれを完成してくださるわけです。詩篇の24編には、栄光の王とは誰か、強く勇ましい主
戦いに勇ましい主であるという御言葉があります。私たちの主は戦いに勝利をなさる主なんです。万軍の主は一体何をなさったのでしょうか。何に勝利なさったんでしょうか。世界最大の戦い、戦争は主イエス・キリストが十字架において戦われたのであります。もうこれ以上の戦いはありません。それは悪しき霊との戦いでした。イエスがもし負けたら世界は滅びるでしょう。イエスが負けたならば世界に救いはないでしょう。でも主イエス・キリストは命を懸けて血を流されて、あの十字架でその戦いで勝利されました。その背後に見ておられる方は万軍の主がその戦いに勝利を与えてくださったのです。その熱心に祈る者に与えるものがあります。その第一はその戦いによって勝利を与えられたのであります。救いが与えられたのであります。ヨハネの3章の16節に有名な、神は一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためである。万軍の主は熱心なのでとはどのくらい熱心なのでしょうか。九十九匹の原っぱにおいても一匹を見出すというのです。愉快ですね。諦めてください。この迷える一匹は見出せるまでは尋ね続けるって歩くと聖書はそのように言っています。途中でおやめにはならないわけです。見出すまでは尋ね続けるんですという、この熱心さをこのお方は持っていらっしゃるのですね。だから私たちは救われたわけです。私たちの信仰生活の中であまりにも熱心で、人間の救いということ、人間の側に何も努力をしなくても救われる状況をこのお方が備えてくださったのです。第2番目、この救われた者が成長するように主の姿に変えられるように工夫をしてくださる。栄光から栄光へとですね、主と同じ姿へと変えられる、それは主の霊の働きなんです。楽しみではありませんか。自分の生涯がですね、変えられていく、キリストの花嫁として整えられるわけであります。第3番目、その傷によって私たちは癒されたのです。イエスがあの十字架で傷を受けた、そのことによって主の癒しが完成するんだということであります。第4番目、それは大きな祝福です。そのお方が豊かでありましたけれども貧しくなられた。それはその貧しさによって私たちが富めるものになるためなんです。私たちの人生にはこの祝福のルールというのがあるわけですね。なぜ何度も失敗するんでしょうか。なぜ何度も挫折をしちゃうんでしょうか。なぜ同じ失敗をするんでしょうか。それは神様の特別なお計らいの中にあるからです。聖書は言ってるんですね。あなたに災いを与えようとしてるんじゃありませんよと。私はあなたに対して計画を持っているんですからと。だからそちらに顔を向けるんですが、何年経ってもうまくいかない。それは今この霊的なルールに対してきちんと乗ろうとしなければ、その人の人生は、生涯は、人間がどんなに努力をしても神の祝福ということからは程遠い人生しか歩めないわけであります。今見えることが乏しくあろうとも、聖書の教えるルールにのっとったら、たとえあなたが今見えるところが乏しくても、それはからし種一粒の信仰であっても、後で空に鳥が宿るほどに大きなものになる、このように聖書は言っていますね。何十回、何百回、何千回巻いても、聖書の霊的なそのルールに沿わなければ30倍、60倍、100倍の実りということにはありえないわけです。第5番目、それは万軍の主の熱心のゆえに私たちを
お迎えくださるその時が必ずあるということです。今すぐかどうか分かりません。いつでもきちんとした主の備えをすることができる人はその時の準備ができるわけです。今この地上に残されていることの意味は使命があるわけです。この苦しみから逃げられたい、もう人生を放棄したい、放棄しちゃいけないんです。神様の特別な意図した使命がある。その使命を私たちは成し遂げなければなりません。やがて主のご再臨が来ました時に私たちは主に会う備えと同時に悪魔も必死でその最後のあがきを持って抵抗しております。経済大国ではなく霊的な大国にさせまいと悪魔は必死に抵抗しております。恵まれたクリスチャンを作らせない、不従順の霊を働かせて力のないクリスチャンを作ろう、悪魔は分裂をさせよう。だから私たちは聖書が教えるように力あるクリスチャンに生きようとするためには、神は最後に言う主の偉大な力によって強くなりなさいと、試練に強い、誘惑に強い、貧しさに強い、病に強い、負けない、この万軍の主の熱心がそれを成し届けてくださるんです。人にはできないことは神様にはできます。そのように自らを励ましながらですね、お互いに進んでまいりたいと思います。最後に皆さんに瞑想の言葉をご一緒にお読みしてこの礼拝を閉じたいと思います。お読みしましょう。修法にありますね。どうぞ。クリスチャンには傷つきやすい多くの箇所がある。その特徴があるので自分の最も強い長所だと考えていることが誘惑に遭うと最も弱い弱点と変わる。鎖がその最も弱い鎖の輪以上に強くはならないように、クリスチャンも品性の最も弱い要素以上に強くはならないのである。遭遇しなければならないさまざまな弱さを考えるとき、すべての武具の一つでも欠けておれば従前とは言えない。